サポーターは、文章学において、エスカッシャンの通常量秋に配置され、盾を支える文章の構成要素の一つである。サポーターには、主に実在の、または想像上の動物や人間が用いられ、稀に植物や生物でない物体が用いられることがある。これらは、地域的に重要なものや、歴史的なつながりに影響されうる。例えば、 イギリス西南部コーンウォールの議会の紋章にある、漁師と鈴の甲府のサポーターや、イギリスの国章に見られる、イングランドのライオンとスコットランドのユニコーンなどがある。動物と人間以外のサポーターとしては、栄養学者、ジョン・ボイドアの紋章は、二つのガーブをサポーターとして、持つし、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、ドナルド・クックの紋章のサポーターは、ミサイル。 ブラジルのリオグランデド・ドノルテ州の紋章のサポーターは日本の樹木である。また、スペインのバレンシアの紋章はアルファベットの L の文字を用いてさえいる。人間のサポーターは偶話的な図であることがほとんどであるが、極めて稀にその街の名前のもとになった特定の個人であることもある。通常、縦の左右に一つずつサポーター多くが、 縦の後ろに一つだけサポーターを置く場合もある。今後共和国の国章が縦の後ろにサポーターを二つ置いている。その極めて稀な例を示している。一つだけサポーターを置く場合、スコットランドのパースの紋章のように、単頭または相当の和紙を用いることがよくあるが、カナダのいくつかの大聖堂の場合、サポーターに指教座を含んでいる。スコットランドのダンダス家の紋章は、 従来通りの位置に配置された赤いライオンに加え、三章魚にその全体を支えられており、三つのサポーターを持つ、極めて稀な例である。また、アイスランドの国章は四つのサポーターを持つ。若干の紋章技術に例外があるが、動物のサポーターは、自然界での常識が許す限り、ランパンと、あるいはそれに近い姿勢で描かれることが通例となっており、 特に紋章記述の中に、それらが、ランパントであることを記述する必要はない。ランパントでないクジラの例として、オランダのザーンスタットの紋章の例がある。なお、ランパントとは、獅子がある動物の場合、両上肢を上下に広げ、両肢を前後に広げて、肢だけで立ち上がっている姿勢を言う。リオグランデ・ド・ノルテ・シューの紋章。リオグランデ・ド・ノルテ州・シュー。 2010年2月16日閲覧。マクドナルド、イアン、ブルーマナウ、サンタ・キャットリナ。フラッグス・オブ・ザ・ワールド。2010年2月16日、閲覧。ハート・ミンク、ラルフ、ナショナル・コート・オブ・アームズ・オブ・コンゴ。ヘラルドリー・オブ・ザ・ワールド。2010年2月16日、閲覧。ハート・ミンク、ラルフ、コート・オブ・アームズ・オブ・パース・ンド・キンラス DC ・ DC- マイナス ヘラルドリー・オブ・ザ・ワールド2010年2月16日、閲覧。ハート・ミンク・ラルフ・ザ・ナショナル・アームズ・オブ・アイスランド。ヘラルドリー・オブ・ザ・ワールド2010年2月16日、閲覧。ハート・ミンク・ラルフ・ワペン・バンゾン・ストット。ヘラルドリー・オブ・ザ・ワールド2010年2月16日、閲覧。ありがとうございます。